私のデイリースターニュースへの芸能界でイベントはあると、チャッテる上ようこそ。宮脇紗良の3回目のデビューが間近に迫っています。過去を振り返り、パートナーの協力に感謝します。大紀源時報のソイシンが編集報告26日、韓国の有名 YouTube チャンネル、O.D.G. が、ガールズグループレサラフィムへのメンバーとして、韓国でデビューしようとしている宮脇紗良の動画を公開した。二人の子供と、 会話の中で初めて韓国を訪れた時の苦労について話し、助けてくれる人がいなければ、韓国ではなく日本にいると言った。チャンネルは、桜と韓国と日本の子供たちとの出会い、桜というタイトルのビデオをリリースしました。映画では、宮脇紗良が自分のことを知らない二人の子供に自己紹介をしている。 一人は日本語が全く話せない韓国人の男の子で、もう一人は韓国に住んでいるが、父親の仕事のために話せない日本人です。T は韓国語を話します。女の子。宮脇沙羅は二人の子供に自己紹介した時、14歳で HKG48 のメンバーとして日本でデビューし、10年間アイドルだったと語った。 彼女は、また、ニツのグループの活動を終えた後、新しいラールグループレサラフィムへのメンバーとして、三度目のデビューを果たすと述べました。宮脇サラも、子供たちに自分のグループ、レサラフィム、の発音を教えてくれて、ちょっと難しいです。覚えておいてください。デビュー後は、もっと曲を聴いてください、と笑いました。た、韓国人の少年は、 宮脇咲の韓国語が上手に話せることを賞賛し、韓国にいるが韓国語が話せない日本人の女の子と向き合ったため、プログラム中にドラフトに参加したと述べた。また、初めて韓国を訪れた時の思い出を共有しました。彼女は、プロデュース48と言ったばかりで、韓国語で、ありがとうと言ったのですが、歌詞の意味がわからなかったので、チェックして学び続けなければなりませんでした。 宮脇さ良もバラエティ番組に参加した時、みんなが笑っているとしか思えなかったので、アイドルとして韓国に行った。問題ありません。彼女はまだ予想以上に厳しい1日を過ごしました。また、桜には日本語が得意なグループのメンバーがいるので、韓国語が全くわからない人にも日本語を話しますが、今でも助けてくれて感謝しています。宮脇さ良は、そんな友達がいなかったら、まだ日本にいるのかもしれない。 相手にとっては小さなことかもしれないが、助けられた人にとっては、決して忘れない、と語った。た、私は感謝するでしょう。ですから、他の人を親切に扱うなら、それは彼らにとって非常に有益です。2011年に HKG48 の新入生としてデビューした宮脇沙羅は、2018年のタレント賞。 プロデュース48に韓国に赴き、同年10月から4月にかけてアイズオンへのメンバーとして活躍。た、2021年、アイズオンへの活動から HKG48 に戻った後、昨年6月に HKG48 を卒業。宮脇紗良は5月2日にハイブオートソースミュージックの最初のガールグループ、レサラフィムのメンバーとして3度目のデビューを果たします。